はいどうもベントスコーラとナトロでモラでございます。毎年フェニックスリーグの方の動画を撮らせてもらってるんですけども、今回は投手編というところで、選手の活躍というものを、紹介できればなというふうには思ってます。10月30日で、全ね16試合が終わったんですけども、結果の方は9勝6敗で6位という結果で終わりました。あとですね、このね、記録の方は、一球速報だったりだとか、現地の観戦ツイートというところを元に記入していますので、ちょっとね、ミスも多くあるのかなというふうには思うんですけども、あくまでこの程度ぐらいの成績かという感じのぐらいで見ていただければなというふうには思ってます。あと10月14日の21日の試合はですね、全く記録の方がないんですけども、DeNA の公式サイトの方にイニングと、失点だけは、載っておりましたので、そこで記録は、打たさせてもらってます。なのでちょっと被安打とか奪三振とかね、フォアボールの数とかは分かりませんでしたので、そこら辺はゼロと考えて、入れさせてもらってるんですけども、そこら辺の、左右されるところがありますので、大体のところで見ていただければなというふうには思ってます。はい、早速の方を見ていきましょう。一番上からの紹介なんですけども、まず渡辺選手です。渡辺選手ね、育成というところなんですけども、フェニックスリーグでは10試合という感じで一番よく投げてくれました。で、最後の方ですね、2軍でもかなり状態の方上がってきていて、かなり良かったなっていう感じはしたんですけども、10試合投げてですね、11.2 イニング、防御率 0.80 というところで、フォアボールも1個、さらには奪三振も9といったところで、かなり素晴らしい成績の方をね、残してくれたのではないでしょうか。渡辺選手ね、先ほど言った通り育成なんですけども、本当に2軍のですね、守護神をできるぐらいの、人材になってきたのかなというふうには思いますので、ぜひですね、このフェニックスリーグの成績というのを自信を持ってですね、来年支配下というところを掴んでいってほしいなというふうには思ってます。はい、徳山選手なんですけども、9試合になりまして、11.2 イニング、防御率 3.21 という成績でございます。最初ね、徳山選手ね、ちょっと炎上してしまいまして、ちょっとそこからですね、かなりいいピッチングをして上げてくれました。で、徳山選手自体もね、来年は、勝負の年になるのかなというふうには思うんですけども、何が素晴らしいというとね、四死球も3個なのでね、そこまで多くないんですけども、11.2 イニングという、投球回数に対して、14個三振やっぱ取れてるんですね。ここがやっぱ素晴らしいというところで、やっぱリリーフでね、パワー系というかね、三振を取れるピッチャーというのは非常にやっぱりね、重要になってくるのかなというふうには思いますので、来年かなり徳山選手も終盤1軍上がってきて、結果的にもまだプロ初登板はできていないんですけども、かなり期待を持てるような成績というか活躍ができるのではないかなというふうには思ってます。はい、桜井選手8試合になりましてですね、防御率 3.91 といったところの成績でした。最後のですね、ソフトバンク戦で2失点してしまいましたので、ちょっと防御率の方は上がってしまったんですけども、桜井選手の中でもですね、やっぱり来年は勝負の年になってくるのかなというふうには思いますので、怪我があったりだとか、ちょっと不安定なシーズンね、正直なところ、続いているんですけども、来年またですね、頑張っていってほしいなというふうには思うしね、桜井選手ね、フォアボールでやっぱ自滅するケースがやっぱ多いんですけども、四死球もね、そこまで2というところで多くないので、安打は9でね、ちょっと打たれているんですけども、ここら辺を改善してやっていってほしいなというふうには思います。まず関野選手、こちらも育成の外国人でございます。7試合8イニングで、10失点ですね。自責点は8で、防御率 9.00 といった形でございます。まず関野選手もね、まだ若いね、外国人のピッチャーですので、やっぱムラッキがあるんですよね。でも、ムラッキがね、本当に調子がいいときは、本当にもう赤いときの、ライネル・マルティネス選手を思い出すような投球してくれてますので、本当にこのままうまくいけばね、本当にマルティネスぐらい選手になれるぐらいの人材を持ってるかなっていうふうな僕はスペックあるのかなというふうには思うんです。その中でですね、奪三振も9取れてますので、非常に楽しみかなというふうには思います。こちらも育成の外国人なんですけども、ディアス選手でございます。トミー・ジョン明けというところで、今年2軍ではほとんど投げてはいないんですけども、7試合で8イニング、失点も0ですか、防御率 0.00 で、しっかり奪三振も9で奪えてます。トミー・ジョンする前もですね、非常に、いいピッチングしてくれてるところはあったんですけども、
まだこのディアス選手もね、まだまだ若い選手ですし、トビージョン相手といったところで、来年本当にね、ポストエスコバー選手になられるぐらいの、スペックも持っているのかなというふうには思いますので、非常に楽しみかなというふうには思ってます。はい、今野選手、6試合になりまして、防御率 6.25 という成績でした。まだね、育成でね、まあ若いピッチャーなので、今後に期待かなというふうには思うんですけども、やっぱフォアボールがね、四死球11といったところで、ここら辺がやっぱ改善点なのかなというふうには思ってます。はい、草野選手、こちらもですね、ルーキーの育成の選手でございます。まあ5試合になりまして、6イニング。防御率6点台といった成績ですので、ちょっとね、途中でやっぱ炎上してしまったりっていうところもあったんですけども、こちらもやっぱフォアボールですよね。6イニングに対して5個フォアボール出してますので、三振も1個でね、取れてませんので、ここら辺のやっぱ改善というのが今後必要になってくるのかなというふうには思ってます。はい。本当にここからね、非常に期待できる4人の先発陣、本当に若手の楽しみな、4人衆をね、紹介していきたいなというふうには思うんですけども、まずはやっぱ小園選手ですよね。19.1 回投げましてですね、三振もね、本当に空振りが取れないといったところでですね、言われてはいたんですけども、12個三振の方きっちり取れてます。失点も3、防御率も 1.41、さらにはですね、韓国選抜相手にですね、9回完封をしたというね、試合もありましたので、イニングもね、しっかりね、稼げてますので、来年ね、いきなり開幕ローテーションをね、取るというのはもしかしたら難しいかもしれないんですけども、それぐらいのね、いいピッチングですよね。やっぱ四死球もね、6でね、いい感じですので、本当に楽しみかなというふうにはね、思ってます。はい、深澤選手ですね。こちらも本当に楽しみです。深澤選手はね、本当にローテ取れるかもしれないですよね、来年。4試合になりましてね、17イニングでですね、三振も13個でしっかり取れていますしね、防御率も 0.53、四死球も0といったところで安定感本当抜群の、ピッチングをしてくれています。本当に精密機械のですね、ピッチングで、平選手のような感じのピッチングをしてくれてますので、三振も取れる、四死球も、ね、ないというね、本当に素晴らしい、精密機械のようなピッチャーかなというふうには思いますので、来年非常に楽しみです。こちら、森下選手ですね。18歳で本当にルーキーの、イヤーなんですけども、3試合で 18.1 イニングで、失点3、防御率 1.49、奪三振も14、フォアボールも非常に少なく、WHEP も 0.66 といったところの成績で、まあ本当にね、このね、次の松本選手も含めて、この4人のピッチャー、本当に非常に若いんですよね。本当に未来をね、似合ってくれるような4人衆なのかなというふうには思いますので、森下選手もこれね、後半ぐらいから一軍いけんじゃないですかね、来年といったところで。非常に本当にね、悪い時でもね、しっかり試合作ってくれるんですよ、先発として。5回、6回はね、現状でも安定して投げてくれるので、18.1 というところはね、イニング数も素晴らしい本当ピッチャーかなというふうには思ってます。松本龍之介選手ですね、まあ、怪我が来てたというところで、今週は2軍であまり投げることは少なかったんですけども、まあ、2試合でですね、7イニング、防御率 2.57 といったところで、制球力はね、そこまで良くはないんですけども、被安打も1しかないですし、奪三振も、非常にやっぱ取れるといったところのピッチャーなので、まあ、まだまだね、来年は1年ぐらいはやっぱローテというかね、2軍で張ってほしいなっていうところがあるんですけども、まあ、渡来選手ともね、横浜高校の、同級生だったところで、今本当に燃えてるのかなっていうふうには思うので、本当に楽しみな4人かなというふうには思います。まあ、ここら辺はね、ここからの選手は、まあ、言うたら、CS 前の調整登板ですね。まあ、ちょっとさらっと、いきます。三島選手、2試合2イニングで、パーフェクトですね、0.0 で、中川選手も、2試合、1.2 イニングでパーフェクト、2奪三振奪って、防御率 0.0 で、浜口選手、1回ね、1試合、5、4、5回になりまして、フォアボール0ってところがいいですよね、6奪三振で、1.80。石田選手も、1試合4回投げまして、奪三振も5個奪えてますし、1失点で 2.25。平選手、1試合ね、3イニングになりまして、0でね、0.0 で、山崎選手も1回ですね、パーフェクトといった形で、防御率 0.00 という形でした。はい。本当にですね、まあ、ルーキーというかね、今年のドラフトでもピッチャー、いいピッチャーも取れましたし、本当に若手のピッチャーがね、伸びてきているっていう印象ですよね。中継ぎ先発ともに、本当にプロスペクト級の、ピッチャーは、
本当に多くいるかなというふうには思うので、本当に来年の横須賀、再来年はですね、ここから何人の選手がね、一軍に上がってくるのかっていうのは分からないところもあるんですけども、本当に楽しみだなっていうところの感想を、抱くような、本当にフェニックスリーグでの若手ピッチャーたちの活躍、というものを見せてくれました。本当に楽しみかなというふうには思いますので、応援していきたいなというふうには思ってます。はい、ここまでご視聴ありがとうございます。よければね、チャンネル登録、高評価、コメントの方よろしくお願いいたします。いつもですね、こんな感じで撮っておりますので、また見てください。はい、それではですね、お疲れ様でした。さあ、バイバイ、絶対勝つぞ。